お疲れ様です。ポンタです。今日も信長の野望波動実況していきたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。はい、うちのサーバーですね、シーズン3も始まって結構ノリノリで楽しんでやってるんですけれども、でですね、まあ真面目にやろうと、波動を真面目にやろうと思ってですね、コツコツやってたんですよ。でそれでちょっと2つ不満があって言いました。まあといってもプチ不満なんですけれど、僕ですね、まずこの焦点を買ったんですよ。焦点って、でこのハギオの感情っていうのを買ったんですよ。結構がっつりとね、優勝300っていうところで何枚だったかな。まあ僕にしては珍しく優勝小判をですね、まあ結構がっつりこれ買ったんですけど、見てください、これ1枚も減ってないです。在庫が80あって、ハギオ投用できないんですよ。ハギオ投用って言って、はい、シーズン3に有利なやつをですね、ガチャしようと思って買えなかったんですよ。おかしいな、俺買ったはずだよなと思ってめっちゃ混乱してたんですけど、でそしたらですね、まあ、運営の方からメールが来まして、はい、でお知らせですね。これ見ると、発生中の不具合というところで見たら、購入済みの投与所、ハギオの在庫がリセットされている場合があるというところで、あれと思って、一時的に販売を停止しましたっていうんで、販売を再開しました。再開しましたってなんですけど、おかしいんですよね。俺、いくら優勝小判を持ってて、果たしてね、この中にあったかないかな、みたいな。あれ、ないよな、みたいなね。どこに行ったか分かんなくなってるんですよ。それちょっと良くないなとは思いますよね。なんか僕せっかく、はい、ハギオの投与買ったのに、もう怖くて買えないですもん。なんかめちゃくちゃ。はい。だから、ちょっとこれなんとかしてほしい。まあお金が絡むことはね、ちゃんとしっかりしてほしいなと思いますね。ドキドキするんで。はい。ちゃんとそれは買ってほしい。買ったものにですね、残ってほしいし、お金減ったかどうかとかですね、その辺とかちゃんとしてほしいなとは、はい、思いました。っていうのが1点。で、次は本題なんですけど、目安箱ってあるじゃないですか、目安箱。これね、まあ、真面目にやって、これを結構全部クリアしようかなっていうのは基本的にやってるんですけど、1個、こいつどうなんだっていうのがあるんで、これ多分シーズン1の方もシーズン2の方も共感いただけるかなと思うんですけど、これっすわ。僕だけですかね、僕がダメだからかもしれないですけど、これはすいません、お前違うぞって言ってください。お前違うぞって言ってほしいんですけど、これですね。はい、これですね。竹領主の部隊から里を守ってください。竹田大名家の部隊を2回撃破ってあるんですけど、これなかなかクリアできないんですよ。はい。まあ、お前がファーミングしてるからだろうっていうところはあるんですけど、部隊をって結構厳しくないですか？僕だけですかね。で、この手のやつって、まあ、基本的には、自分だけで完結するやつじゃないですか。毎日の目安箱とか、毎週の目安箱。いわゆるですね、デイリーミッションみたいなやつって、ウィークリーミッションみたいなやつって、自分だけで完結するもほとんどなのに、これだけなぜか、他の領主というか、他の大名家とかですね、敵、マルチの敵に関わってくるので、もうかなりこれ、きついなと思いますね。で、三国志波動みたいに、まあ、自分の城を襲いかかってきて、それでなんかね、戦う機会が多いならいいんですけど、これ結構付箋とかあるじゃないですか。で、それで、なんか、どうなんだっけみたいな。付箋とかあるから、ね、攻めちゃいけないとか、そういう縛りとかあったりする中で、なんか、他の大名家が絡むミッションがあると、絶対俺、これ一生クリアできないんですよ。これ。もちろん、敵の領土を倒せとかだったら分かるんですよ。敵の領土を侵略しろとかだったら、まあ、できるっちゃできるんですけど、部隊が、出てこない時とかどうよみたいなのがあったりしてて、これだけ一生クリアできなくて苦しんでますね。このミッションないわって思いません？竹大名家の部隊から里守ってくださいっていうのを言えるっていうのはちょっとこれどうなのかなって個人的には思って、皆さんの意見を聞きたいなと思った次第でございます。まあ、真面目にやると真面目に波動をやると、改めて思うとどうなのこれって、細かいところが気になってくるところがね、重箱みたいなのが出てくる中で、この毎週ミッション、これはすごい嫌だなと個人的には思いました。はい。で、7日祭りっていうのはシーズン2、シーズン1、シーズン3とかですね、始まるとみんなガツガツ、はい、やらされるのかなと思います。これすごい楽しいですよ。7日祭りが何気に結構僕ミッションとして豪華だし楽しいなと思ってて、いいモチベになるなと思いますね。このミッション系なんかもっとやってもいいんじゃないかなと思います。調達とかもちょうどいいしと思います。で、シーズン2の時はね、このミッション超嫌だったんですよ。なぜかというと、全然自分弱小一門というか、まあ弱小って言ったらリーダーの方申し訳ないんですけど、まあ、弱小って言ったら失礼なんですけども、松永家時代の勢力が弱すぎて、もう調達できないんですよね。
で譲り合って同じ松永家の人に譲り合ってもう一杯のかけそばを3人とかですするかのようにそんな感じのやつやってたんですけど、大名家の勢力が違いすぎてあだからその時すごいつまんなかったんですよね、この七日祭り。でも今ちゃんと、はい、木材とかをほどほどにねで出る量も増えたかなと思うんで、七日祭りやりたかったことが楽しくなってきたなっていうか、うん、やってます。だから思うんですよね、七日祭りとかこうデザインバランスがちょっとおかしいと、こう楽しんでほしいっていうところが楽しめないっていうのはすごい多いなと思いましたね。もう勢力が違ってこの情勢がですね、差がつきすぎるせいで競争するのは馬鹿らしくなるとか、どうやって楽しめばいいんですかって分からなくなるみたいなのは代表的だと思うんですけど、うん、側とか、まあ、やろうとしてる一般的なこういうところはいいんですけど、細かいところとか、まあ、大きな勘違いとかがあって運営さんがこう楽しんでほしいって思うところを楽しめなくなるみたいなのはちょっとどうかなっていうか、まあ多いなっていうのはすごい感じましたね。なんでまあポテンシャルあるゲームかなとは個人的には思ってますね。こうはい、まあユーザー数も信長の野望っていうブランドで多いし、うん、ビジュアルとかもめっちゃ綺麗だし、音楽もめっちゃいいですよね。だそういう側のところがいいし、まあ、楽しんでほしいっていうところのそういうシステムは一般的なものが多いので、そんなに変なシステムじゃないなとは思うんですけど、細かいところでね、細かいところでどうなのよみたいなのがあったりして、はい、そういうところは気になる今日この頃でございます。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、すごい雨だったかなとは思います。あとちょっとだけお話をしたいかなとは思うんですけど、まあ、毎日ね、日韓不具合速報みたいな感じで冗談言ってましたけど、本当に日韓不具合なんですよね。なんか大丈夫かなって思います、本当にマジな話。ごめんなさい、煽りとかじゃなくて文句とかじゃないです、本当に大丈夫かなってマジ心配になる時ありません、ね、販売されないとか在庫が減ってるとかちょっとドキドキするんですよね。はい、もう何なんですかね、僕もやらかすことは、まあ、サラリーマンだからだと思うんですよね。まあ、今も一人自営業ですけど、なんかだからこういうの一言じゃないっていうか、まあ、やらかすことは人間だからあるし、それは許容していこうかなと思うんですけど、ちょっとあまりにも多すぎてちょっとマジ心配になってて、前はちょっと怒ったり煽ったりというかね時もあったんですけど、なんか本当大丈夫かな、こんな毎日不具合が起きてって思ってて、テストとかしないのかな、販売されない場合があるとかって、はい、在庫が減ってるって、特定の武将のボイスが再生されないとかって、なんかそういうのってあれなんですかね、ユーザーがデバッグするすやいいやって感じの割とこう勇者なんですかね、勇気あるシステムなのかなと思って、マジでちょっとたまに心配になるんですけど、うん、というのはすごい感じるところであります。まあ、皆さんのねご意見を聞かせていただければとは思います。はい、まあ今日は以上です。まあ楽しんでやっておりますので、引き続きですね、皆さんも楽しんでハローやっていただければと思います。すいません、どうもありがとうございます。失礼します。